俺の家庭教の誇りにかけて、お前には限界を超えてもらうぞ。バジル、もう一度スパーリングだ。はい。行きますよ、沢田殿。今日も容赦なく来やがって僕の気の済むまで付き合う約束だよ。はいはい、分かってるって。でも休憩だ休憩。ロマーリオ、水くれ。ほらボス。うめえ。今夜も飲めよ。ほら、お、受け取った。こいつも少しは慣れてきたのか。波盛り中から離れてこんな草原で戦おうなんてどういうことかと思ってたけど、やばい、バリアとのリングをかけた戦いを波盛り中でやってるってバレたか。こいつ学校に異様に執着してるから、あそこの惨状を知ったら絶対切れる。また学校を壊して修理代払うのが嫌だったからじゃないの。はあ、よかったバレてなかった。まあこういうところで戦うのも悪くはないけど。そうか、この後川辺とか竹林とかでもやってみようぜ。いろいろな戦闘のシミュレーションはやっておいて損はない。僕を鍛えるって本気だったの？だから最初からそう言ってるだろ。俺はお前の家庭教だって。どうしてそんなことをするの？僕を鍛えてあなたに何の得がある？得とかはそういうことじゃなくてだな、俺には危険にさらされてる可愛い弟分にしてやれることがこれくらいしかねえからだ。ふん、群れてる輩がどうなろうと僕には関係ないよ。あなたが自分で戦えばいい。それができりゃ苦労はしねえよ。俺だって綱を助けてやりてえさ。だけど俺には守らなくちゃならないものがある。個人的な感情だけで動くわけにはいかない。ふーん、僕には理解できないな。僕は僕のしたいことしかしない。今は強いあなたを倒したいから戦っている、それだけだよ。お前まったく今日やらしい。いいだろう、お前の強さは一匹狼の強さだ。だが世の中には守りたいものを守るための強さってものがあることを教えてやる。今度こそ噛み殺す。ディーノ、ヒバリの方は疲れた。家庭教がこんなに大変だなんて思わなかったぜ。京也のやつ、人の言うことなんか聞きやしねえし、戦闘マニアだし負けず嫌いだし。俺の苦労が分かったか、このバカ弟子。久しぶりに聞いたなそれ。お前はバカでノロマで泣き虫で本当に苦労したぞ。まあ今思うと綱よりはマシだったかもしれねえがな。おいおい、そこまで言うこと。だがどんなバカでも教え子ってのは可愛いもんだ。リボーン、とにかく俺が教えたやつが負けるのは俺の誇りが許さねえ。だから俺は綱をきっちり鍛えてやる。そっちもヒバリを頼んだぞ。ああ分かってる。でも無茶はすんなよ。お前も俺が大切に育てた弟子なんだからな。リボン了解。さてそれじゃあ今日もあの戦闘マニアに特訓してきますか。この戦い直接手が出せないのはもどかしいが、自分が鍛えた弟子の活躍が見られると思うと家庭教ってのも悪くないかもしれないな。